してください。片方親指中にしてグーして、ね、もう片方でこのグーの部分を握りますね、はい、でこの手の内側のところでこう押すんですけどもね、どちらか片方を後ろから、ね、腕の下から手を入れます。で、みぞおち、自分のみぞおち触ってみてください。肋骨のこの弓の一番ちょうど真ん中、こう富士山の頂上ですね。骨の上はね、押しても横隔膜は押せませんから、そのみぞおち、ちょっと下あたりをみぞおちって言いますが、そこにさっきのグーを当ててもらって、もう片方でまた下から手を入れて、でここで組みますね。これでこう後ろ上に向けて突き上げるように押すんですけども、その時にあの大事なこう自分の胸を相手の背中にぴったりくっつけてください、うん、あのくっつけないとですね、これグッてやったら相手がコンガコンになっちゃいますので、これだとちゃんと押せませんから、自分の胸をしっかりくっつける、ね、それで、後ろ上の方に向かって思いっきり突き上げますね。グッてくっつけます。グッ、もうゲボって吐き出すぐらい、そんなイメージであの押してください。1、2、3、4、まあ、1秒間に1回ぐらいの感覚で何度も何度もやってください、それでボロッとこう、ウーッとこう何か出てくればあいいですし、それで出なかったらまあ掃除機をやってきますけども、まあ、まずこれをやりましょう。多くの